皆さん、こんにちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマは、ウィズコロナの時代の採用戦略です。緊急にこの動画を撮りました。まあ、正直言って、経営者の方は絶対に見てもらいたい。そして経営者の方が見たら、特にそのね、採用担当の方、人事の方とか、そういう方にね、ぜひお伝えしてほしいと思うんですねで。最初にお伝えしておくと、私の部下で、 こちら採用の思考法という書籍を書いた酒井利政っていうのがいてこの本ね結構売れているのでぜひ皆さんねご購入いただきたいと思うんですけど採用コンサルタントの酒井が今ウィズコロナの時代、ね、今まだはウィズコロナの時代ですまだアフターコロナになっていませんこの時期に採用戦略ってどうすればいいのか非常にピンチだっていう企業もあれば実は こういったなんですけど、採用の絶好のチャンスだっていうこともね、え言ってるわけですね。今、あの、採用コンサルタントの酒井は非常に忙しいので、私が代役でえこの動画を撮ると。で、ぜひ皆さんにお知らせしたいことがあります。別にね、採用とかね、あの、日頃からあんまり考えてなくっても、この動画を見ることによって、組織でうまくいかないのはなぜなのか。特に、後でその、育成の話と、ね、採用の話と、 ぜひ聞いて欲しいてしんですよ最後までね聞くとなるほど経営ってそうなってるのかやっぱり採用って大事なんだなそしてなぜ採用がうまくいかないのかどうやったらうまくいくのかそしてなぜ大企業にいい人材が入っていくのか大企業だからいい人材が入っていくわけじゃないんですよそれは この本にも書いてあるわけなんですけど、そこら辺のね、からくり、全然知らないんだっていう方はね、採用担当じゃない方も非常に勉強になると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。えー、今日もこのような順番でね、お話をしていきたいと思っています。今日も、ね、非常にこう、暑いわけなんですけど、あの、頑張ってね、喋、えー、りたいと思います。今日はね、多分ね、20分以上は喋るんじゃないかなと思っていますので、ぜひね、お付き合いいただきたいと思っています。でも非常に大事な話をします。で、 まあ、あの、最初ね、いつもあるべき姿っていう話をするんですけど、目標達成、経営目標を達成させることがあるべき姿であると。で、余罪管理大学っていうのは、目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業マネジメント手法。この余罪管理っていうのを扱っている大学なわけですね。で、余罪管理っていうのは、目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおくと、達成するということですので、やっぱりあるべき姿っていうのは、余罪が2倍あるといいということなんですけど、余罪2倍を仕込むためにはどうすればいいか。大きく分か 言われると2つのことが重要です一つはやっぱりね考える力っていうのはとても大事だってことですねもう一つは行動する力この2つがとても重要であるっていうことですですからこれまでのやり方をいかに捨てて新しいことにチャレンジしていくかただし訳もわからず行動ばっかりしていても仕方がないですのでやはり仮説立案能力であったりとか地頭力っていうのは必要ですマーケットっていうのをしっかり分析してどこにどのお客様にどのような余剤が埋蔵されているのかそれをねしっかりとこう 頭で考えてしかも行動してていいくっていうことは重要なんですよ行動することによって仮説の精度が上がっていくっていうことですよね。なので行動も早いし頭の回転も早いっていうことはとても重要なんですね。で、それを多くの会社は 育成でなんとかしようとするわけですね。で、この他の動画でうまくいかない社員教育とはっていう、こういうタイトルの動画があります。それもぜひ確認していただきたいんですよ。こういう社員教育をやってるとうまくいかないっていうことをですね、私が語っています。なので、ちゃんと社員教育をやる人材育成をするってことはとても重要だっていうことなんですけれども、なんといっても今回のテーマである採用 っていうのも大事なんで,す、ね、で採用と育成ってどっちが大事なのかっていうことを日本人ではなくてアメリカ人経営者と私議論になったことがあるんですね。でアメリカ人のその経営者は100%採用だっていうんですよ。 ですから、できないね、従業員がいたら、もう採用の問題だと。人材育成なんかしないって言ってたんですよ。で、私は当時十何年か前ですかね、13年ぐらい前の話なんですけど、めちゃめちゃ激論交わしました。そのアメリカ人経営者と違うと。育成なんだって。 っていう話をね、したんですけど、でもね、今、やっぱりこう、酒井と一緒に仕事をしていたりとか、やはりこのね、えー、書籍、こう、一緒に関わらせていただいて、すごく思うことなんですけど、残酷なんだけどね、採用って本当に大事なんですよ。うん、採用は100%じゃないです。もちろん。だけど、こう、料理で例えたんですね。料理で例える。だから、こう、育成、人材育成ってのは何かっていうと、調理みたいなものじゃないですか。調理。うまいこと調理することによって、美味しい料理にね、出来上がるってことは、もちろんあるわけなんだけど、 残酷なんだけど素材が悪ければどんな、ね、調味料を使おうがどういう揚げ方どういう焼き方どういう蒸し方をしようがねうん美味しくならないんだよな <laughs> ってことなんですよね。 これは先ほどの書籍にも書いてあります。ですからやっぱり素材って大事だよねと。で、素材だけで美味しい料理ってあるじゃないですか。もうはっきり言って。だから仕入れが命っていうこともあるわけですよね。うん、どこからどう仕入れるのか。これね、余罪管理も一緒なんですよ。営業とかマーケティングもそうなんですけど、お客様も、こういっちゃあるですけど、仕入れじゃないですか。なので、どのようなお客様と出会うのかっていうことが非常に大事なんですよね。で、その後にそのお客様に対してどういう商品っていうものをご提案するのかっていうことは当然あるんですよ。 だけど,だけどそもそもお客様ね自分が見つけてきたお客様が間違ってるんだったらうまくいかないわけですよ。ですから会社が見つけてきた人材がちょっとね 当社と相性合っていないんであれば、お互いうまくいかないのは当たり前だってことですね。その人が一生懸命頑張ろうとしていても、会社が頑張って教育しようと思っても、やっぱり、ね、相性の問題とかあるわけですよ。能力が高いとかね、低いとかっていう、そういうこともあるかもしれないんだけど、相性ってあるわけですね。だから、なんでこういう問題がね、起きてるかっていうと、やっぱり採用のやり方問題があるよね、ということで、今回はここの部分を一番大きくね、枠を作りました。あの、一番ね、えー、言いたいことなんですよ。なんでこういう状態 になっってているのかっていう理由ですねリーズンこれをですね、しっかりと話をしていきたいと思うんですね。で、これね、よくね、やっぱり私どものクライアント企業の社長さんとか、現場の人も、ついついね、口にしちゃうんですよね。この言葉はね、もう、キンクにした方うがいい。人でもう,うちね、ちょっと人手が足りないんだっていうね、この人の手みたいな言い方っていうのは、もうやめた方がいいですね。もう、この言葉はね、やっぱり、 なんだろうやっぱり社員とか従業員とかねこうスタッフの皆さんとか組織のメンバーの人が聞いたらあ人手だと思われてるんだっていうふうになるじゃないですかうんもう人の手が借りたいって言いますよねだから結局は道具みたいなものだっていうふうに扱われるんでねそれはねよろしくないわけですねで人手だと思ってるもんだからその人を採用する時にあまり労力かけたくないあまりお金かけたくないって っていうこういう発想の人がいるわけですよ。特に社長とか。それではいい人材は絶対に入ってこないです。だって言ってることとね、やってることがね、ちぐはぐじゃないですか。絶対社員見てますからね。言ってることとね、やってることが間違ってたら。それはどういうことかっていうことなんですけど、もう人が命だって、どの会社の社長もいいもん。やっぱり人が命じゃないですか。とかね。やっぱり人なんですよ。とか言うじゃないですか。よく言うよ。 それだったらもっと育成に時間とか労力とかお金をかけなくちゃいけないし、その分採用にもでしょってことです。ですから適当に人を入れておいて、そして現場でうまくいかないと現場のマネージャーを責めるなんてことは絶対ありえないです。現場のマネージャーからしたらたまったもんじゃないですよ。私が選んだ人じゃありませんよっていうことになるじゃないですか。誰なんだこの人を採用したのはって言いたくなります。っていうことですよね。ですから、まあよく言われるんですけど、財産。ね、人は財産なので人材。この言葉を使うってことはとても重要。 です,ですから、えっと、この「採用の思考法」っていう書籍を作る時でもこの言葉はすごくこだわったんですね。材材料の材ではなくて で人材の財ちなみに余罪管理の財は材料の財ですけどね。でも人なんだから材料の財ではなくて財産の財を使うということですね。ですから財産を手に入れるわけですよ。当たり前ですけど。人ほど素晴らしい経営リソース、経営資源っていうのはないわけですね。なので、この素晴らしい財産を手に入れるのに時間、そして労力、そしてお金をかけないっていうのはおかしいですよ。それをかけないってことは当然ね、入ってくる社員っていうのは もちろん今いる社員も、まあ、財産だと思われてるとは全く思いません。口で言ってるだけだって話じゃないですか。 え、人は宝ですとかっていう社長がいるじゃないですか。そんなこと全然ないじゃんっていう。お給料だとかそういう話じゃないですよ。ボーナスを弾めばいいってことじゃないです。ってことですよね。お金をかければなんかね、解決するということじゃなくて、やっぱりそれに対して時間とか労力とかお金とかそういうまあ三大コストなんですけど、そのコストをちゃんと支払ってるってことなんですよね。面倒なことをいかにやるか。面倒なことをね、やらずに財産だとかそんなこと言ったって、それはね、誰も言うこと聞かないってことですね。で、私どもは営業のコンサルタントなんですね。営業の コンンサルタントで目標絶対達成っていうものをテーマにして活動しているコンサルティング集団なわけなんですね。で、あの採用目標絶対達成で採用支援のコンサルティングもやってるってことですね。ですから、先ほどご紹介した酒井っていうのは営業のコンサルタントでもあるし、もちろん採用のコンサルタントでもある。で、なんで営業のコンサルタントが採用のコンサルタントになるか。採用活動は営業活動だからですよ。うん、当たり前ですけど。だから営業力がない人がね、例えば、 人事部門の人であったり、総務とか管理部門の人が、普段はその仕事をやっていて、で、例えば中小企業ね、社長とかが、まあ、毎年毎年人が欲しいって言うんだったら、ともかく、まあ、今年はいる、今年はいらないとかね、当然思いついて、お、最近ちょっと人が足りないんだから、3人ぐらいちょっと見繕ってくれ、みたいな感じで言われて、で、人事の人であったりとか、あと総務の人が、あ、わかりましたって言って、で、片手間で、例えば合同説明会とかね、そういったものを利用したりとか、あとホームページとかね、あと、なんだろう、ハローワークであったりとか、 人材紹介会社ととかかを経由したりとか、まあ、いろんな媒体があるじゃないですかそういったもので何とか人をね、えー、こう確保しようと人手を確保しようとするうまくいかないっすよなぜ大企業にいい人材がいっ 中小企業特に毎年毎年採用しないような会社にいい人材が行かないか当たり前です採用活動は技術だからですよ技術なんですいいですね技術なんですよ技術なんです何回でも繰り返します技術というのは知識と技術は違うコロナの時代にダメになる人の特徴っていう動画をえ概要欄に書いておきますのでぜひチェックしていただきたいんですけど知識と技術は違うですねなので採用活動するためにどうすればいいかっていう知識は当 当然、身につけていただきたいんですけど、腕ですからね。営業活動と一緒です。これね、営業と採用、営業活動と採用活動を比べますけど、今から。営業活動も当たり前ですけど、営業の技術であるってことですね。ですから、営業する知識があったって、売れないですよ。商品の知識がね、どんなにあったって、営業する知識とか営業する技術がなければ、売れるはずがないです。技術だもん。スキルだから。だから、採用活動も技術であって、スキルなんですよ。で、スキルって磨いてるってことなんですよね。採用部門っていうのが大企業にあって、年,がら年 年中採用やってるんですよ。1年中。絶 対に勝てないですって。営業も採用も、なんだかんだ言って、習慣の集積なんですよね。ですから、繰り返し繰り返しやることがね、必要で、営業はもちろんの採用もスポーツと一緒です。スポーツと一緒なんですよ。繰り返しトレーニングする、両稽古しない限り、体に身につきません。ですから、何かふっと思いついた時に、じゃあ採用でもやろうか、じゃあどっかに頼もうかって言って、いい人が来るか、来るわけがない。まず、その時点で、採用ってどうすればいいかっていう知識がね、ないんですよ。なので、何が言いたいか、 かっていうとうほとんどの会社は技術以前にどうやったらね優秀な人が来るかというその採用活動の知識がないんです技術ももちろんないけど知識がないんですよなのでこういう本って、ね、他にもあるんですけどまず最低限知識を身につけなくちゃいけないんですよねででもしょうがないじゃん採用以外の仕事がメインだもん 総務だったりね、人事であったり、人事だったらね、やっぱり今の時代、ローム問題っていっぱいあるわけですから、一年にね、何かあるかよくわからないような採用の、 ことに力なんか注いでられないっすよ。だけど、片や大企業っていうのは採用だけやってる部門があるんですよ。そりゃ勝てるわけないです。ね。どこに優秀な人材がいるのかっていうね、そういうマーケット分析ももちろんやってるんだけど、それ以前に、そのね、そういう学生さんであったり、転職希望の人たちとどう人間関係を構築して、どうやってその人を口説くか。営業活動と一緒でコミュニケーション能力だもん。どうやってクロージングするかってことでしょ。問題提起して提案してっていう。っていうことじゃないですか。うちこんな会社なんですけど、どうですかって っってて何回いろんんななととここに数じゃあ当たるってそんなことやります営業はいいですよ仕事取ってきて終わりだけどだけど人を採用するっていうのはその後ずっとお付き合いするわけじゃないですかだから営業活用よりも採用活用の方がよっぽど大変だしその後ってものすごく重要なのに営業部門にはたくさん人がいてなおかつその一人一人で営業のことばっかやってるんですよ営業のことしかやってない。 採用にも当然営業と同じぐらい知識がある。で、技術磨かなくちゃいけないんですよ。にもかかわらず採用を携わってる人って皆さんの会社何人いますってことなんですよ。でしかもそれが一人どころか片手までやってます。ひどいところは数年に一回採用活動やってます。いい人はこない、絶対に。 いいい人は来ないんですよだから、うちの会社なんてで、こんな小さいからとか、こんな業界だからとかねえ、現場で汚れる仕事をやるもんだから、なかなかいい人が来る。<laughs> そんなことは関係がないんですよ。全く関係がない。採用活動の知識と技術がないんですよ。で、どれぐらいの知識があるかすらわからないんですよ。だから、わからないことはわからないです。営業活動っていうのは、あの何をすればいいかっていうのは大体わかってるんだけど、わかってるんだけど、なかなかできないなーって言って言い訳ばっかりするわけですよ。こっちはね、言い訳しよう 知らないんだもんそもそも何をすればいいかっていうのがほとんどの会社だからうちの堺が支援に入るでしょそしたら今まで10仕事していたねことが300ぐらいになりますだってそれぐらいやらないといい人来ないのでもいいじゃないですか300やれば人は来るんだから <laughs> こっちは何が問題かっていうとですね、300ぐらいやってて、その300間違ってますって私ども言わなくちゃいけないんですよ。そうすると、今までやってきたことを変えなくちゃいけない。で、変えるっていうのは大変なんですよ。この営業活動をね、日頃からやってる人たちって、プライドもあるわけで、自分たちのね、仕事を否定されることになるんで、ですから、現状意地早さがかかってなかなか変わらないです。ところが、こちらはっていうと、ね、人はたくさんいるんだけど、こっちはね、 一人いるかどうかなんですよ。ほとんどの会社。一人いるか二人いるかなんです。で、その人たちが変わることなんて簡単だし、で、言い訳いくらでもできるわけですよ。社長からしたらね、なんでいい人がね、採用できないのと、お前の責任だって言えないじゃん。いや、だって、だって、知識ないし。で、私そもそも普通、総務とか経理の仕事してますとか、労務問題にね、直面していて、そっちの仕事ばっかりやってます。採用ばっかりやってませんってね。こっちは営業ばっかりやってるんだから、なんでや、なんで結果出ないんだって社長に怒られたら、 うんってなるじゃんさ。こっちは言い訳しても全然問題ないですよ。私どもも言います。社長、そりゃ無理に決まってますって。って。うん。だからこれは、今時代が変わってきてるわけなんで、とにかくライバル会社っていうのは、ね、大企業だとか中小企業だとか関係がない。採用に対してものすごく準備をして、しっかり採用部門専務人のね、人を雇ってる会社なんて中小企業でもいくらでもあるわけですよ。そしたらね、勝てないですよ。ちなみに、勝ち負け って書きましたこれねえっとここ読めますかねここに書いてあります採用は勝ち負けなんですよ営業活動は勝ち負けではないですパイの奪い合いではないですよ100あるお客様のうち60をどのメーカーが持っていってど20をどのメーカーが持ってって 5をどのメーカーを持ってって、あと3をどのメーカーを持ってって、あと2をとか、そんなんじゃないんですよ。だって需要喚起すれば、あの会社にも、あのメーカーにも、あの卸にも、あの小売店にも、いろいろお客さんっていけるわけでしょですから、 みんな負け組になることもあるし、みんな勝ち組になることもあるわけですよ。営業とかね。そういったものは。でも、採用っていうのは、その、就職したいという人が限られてるわけですよ。しかもその、限られた就職したい人たちがどんどん減ってきてるわけですよね。だから、奪い合いなんですよ。もう本当に。ですから、どっかが勝って、どっかが負けるんです。採用活動っていうのは。ですから、勝たなきゃいけないんですよ。こっちはいいんです。なので、あそこの会社も、あそこの会社も、 やっぱり儲かってないじゃないですか。うちもなかなか難しいっすよって言えるんですけど、ここは違いますよ。うちが負けたっていうことはどっかが勝ったってことなんですよね。うん、だから勝ちに行かなくちゃいけないってことなんですね。だから頑張れば絶対に勝てるんです。勝てるっていうことなんですね。じゃあ、ライバル会社はどうなってるかっていうと、さっきも言ったように、ほとんどの会社は、 採用のね、やり方って知識がないし、技術もないんですよ。もう腕が全然ないから。そしたら、知識と技術を身につければ、確実にいい人材が取れます。っていうことなんですよね。私どもの専門としている営業活動で目標を絶対達成させることっていうのは、それはなかなか難しい。はっきり言って。でも、採用は楽勝。<laughs> 楽勝。なんでかっていうとね、まあいろんな要素があるんですけど、それはやっぱり今まで全然やってないものをやるんですよ。めちゃくちゃたくさん。ただ覚悟しておいてほしい。 しいんだけどさっきも言った通り10位しかやってないことをね100とか200ザラにやってもらいますんで、うん、だから1人1000人置きますって言っても2人3人ちょっとサポートでついてもらいますよと結構ね頑張って仕事してもらわなくちゃいけないかもしれないある時期は結構残業してもらうかもしれないけどこれはしょうがないってことですねだって期限があるからやっぱり特に新卒採用とかね期限があるのでで期限があるっていうのはいいんですよお客様には期限がないじゃないですかうーんどうしよっかなやっぱり今期はやめようかなとかね また来季考えるわって言われたらずるっとなるじゃないですか。ところが、求職者というのはもう9月までには決めたい。6月には決めたいとかね。中途採用とかだったら、あと1ヶ月とかあと2ヶ月ぐらいでもうね、再就職先を見つけたいっていうのがあるわけですよ。相手がもうすでに期限を決めてるわけですよ。そしたらこっちスピーディーに動かなくちゃいけないじゃないですか。 チンとやってたら絶対にいけないですよ。でもスピードが命。なので、このスピード感と腕とね、どのタイミングで何をすればいいのか、この、これをね、もう本当に逃しちゃいけないっていうことなんですよね。なので、ここにもちょっと書きましたけど、達成しやすい。だからね、いろんなところに酒井と一緒に支援してるんですけど、嬉しい。嬉しい。結果出るのは早いし、そして達成する確率も極めて高いし、ただし、ちゃんとやらないといけないですよ。ちゃんとやれば結果出る。 これはね、なかなかね、やっぱり営業活動っていうのは、ね、お客様が、まあ買いますとかね、導入しますって言ってても、やっぱりちょっとうちの社長がもうちょっと待ってくれて言い始めましたみたいなことをね、言ったりするわけですよ。だからなかなかうまくいかないこともあるわけ。だからまあ目標ね、2倍の要塞が必要だって言ってるわけなんですけど、これは違う。ちゃんとやればね、結果出ます。 だから、まあ、解決案というのは何かというと、まあ、採用の執行法,法つまりここの、ね、書籍に書いてあることというのをしっかりやってくださいそして具体的な解決策は何かというとまさにウィズ・コロナ時代この時代にやらなくちゃいけないことというのがあって で、それをねうちの採用のコンサルタントの酒井が、もうまさにこの今のこの時代の特有の問題とか、そういった課題とかがあるので、ぜひ皆さんにお伝えしてもらいたいというふうに言われていますので、ちょっとね、この iPad を使いながら皆さんね、お話をしていきたいと思うんですけど、新型コロナウイルスの影響がいろんなところに出てますよということですね。 その一つが新卒採用活動だということです。え合同企業説明会が中心になったり、それはそうですよね。三密避けろって言われてるわけですから、先ほど言った合同企業説明会、それはやってられないですえ。対面での面接っていうのも全然できません。それはそうですよね。 え、企業にとっても学生にとっても大きな影響が出ていると。実際にどれだけ影響が出ているかというと、ね、ディスコ社という会社が5月15日に発表したデータ。つい最近ですね。つい最近。今日は5月20日なので、5月15日ってつい最近ですね。発表したデータによると、 21年卒の就活で、5月1日時点内定取得のペースが鈍化し、前年同期51.1%を下回る調査結果になりました。前年同月を下回るのは、就活ルールが3月広報解禁、6月先行解禁となった2017年来初めてです。ということで、まあ、こちらの、ね、資料をちょっと、ね、見ていただきたいと思います。で、個別会社説明会。そうですね。先ほどは合同企業説明会。 今言ってるのは、個別の会社説明会、そして面接、内内定を出すという、こういったことを中心にしている企業がとても増えてるからこうなってますということですね。こちらの資料も見ていただけるといいですね。で えっと、うちの採用コンサルタントの酒井はこう言ってます採用活動を後回しせざるを得なかった企業も一定数存在しているということですねでなんでかっていうと中小企業庁の2015年中小企業白書によると採用専任担当者がいる中小企業は全体のわずか5%先ほど言いましたねわずか5%なんですよえその他の他中小企業は 総務担当者、各部門の責任者が日々の業務と兼任しているということです。先ほどご紹介したこちらの88ページに載っているわけですね。ですから、ほとんどの会社で兼務している。だから専任、ね、専人は5%しかないということなんですね。で、コロナの対応で社員のリモートワークの体制整備に奔走し、結果的に採用活動が後回しになってしまったっていう会社が、まあ、とても増えていますよということです。 ですから兼任してるもんだから採用活動以外のもっとね本当に大切な仕事っていうものが増えてしまった。 ということなんですね。そっちに追われちゃってて採用活動が後回しになってるそういう企業があるわけですよでも求職者は後回しにされては困るわけですねでも企業は後回しにしちゃってるそういう会社がね少なからず結構ありますよということなんですねで3月までに集めた学生候補者へのフォローが十分にできていないまま気づいてみればもう5月の下旬となり緊急事態宣言も39件で解除され改めて候補者集団を形成しないとやばいということで、えー、当社 社の堺のところに採用活動のリスタートにあたっての相談が急増していますだからまあ今堺は、ね、非常に忙しくなってるってうことですねえ緊急事態宣言解除後に採用選考が加速的に進むことが予測されています堺によると現時点で内定を得られていない学生は例年以上に不安感が強いです とてもね、不安に思ってるっていうことですね。まあ報道でもね、よく言われていますよね。採用プロセスの中でしっかりと動機づけを行い、正しい手順で内定を出していけば、こう、優秀な人材、優秀な学生さんを採用する確率は非常に高くなると。逆に、やることをしっかりやっていない企業は、このような状況で大怪我をすることになるでしょう。ウェブの個別会社説明会、ウェブの面接をどうやったらいいか聞きたい。ウェブで動機づけをちゃんとやって、 ですよねですからもう当たり前ですけど若い人はこういうねオンラインでの面接であったり会社説明会であったりその内定をねもらった後のフォローっていうのは慣れてるわけですけどこっち側会社側が全然慣れてなくってまあちょっと落ち着くまで待とうかなって言ってたらもう全然いい人材が来ないってことなんですよはっきり言ってもうだってそれでもすでに遅れちゃってるってことじゃないですかそんなアカウント そういうまあ売れ残りって言ったら失礼ですけど残っちゃっている感度の鈍いそういう人材、ね、若い人だったらいいかもしれないけどでもそれだったら残念じゃないですかっていうことなんですよねですから今ちゃんと準備をしてしっかり対応すれば本当例年よりもいい人材が採用できる確率が非常に高いということなんですよねここはぜひしたたかに考えていただいてもいいんじゃないかなというふうに思うんです、えー、もしね、えー、ご興味がある方は 概要欄にもちろん書いておきますので、当社にお問い合わせをしていただきたいと思います。絶対達成プライムの会員さんになっている企業を優先にして、そういう採用支援もやっています。ぜひ絶対達成プライムも入っていただきたいし、まあ単独でね採用の相談に採用活動の相談に乗ってもらいたいっていうんであれば、もうそれは遠慮なくこういう時代ですから、お問い合わせフォームをこちらのね概要欄に書いておきますので、ぜひチェックしていただきたいです。ここまで聞いていただいたわけですから、最低限この採用の志向法こちらの。 書籍はねチェックしていいいいいただけるとといいかなという,ふうに思います余罪管理大学目標2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいて目標絶対達成させる営業マネジメント手法余罪管理なわけですけどこちらを、ねえー、ぜひ定着させて目標絶対達成安定的に目標絶対達成してもらいたいそういうふうに思ってるわけですけど余罪管理をきっちりやってもらうためにはそのための人材もう人材はね本当に重要ですそのための採用と教育これを、ね、本当に2つともしっかりと抑えてやっていただきたい、えー、こういうふうに思います、えー、今回の 動画はいかがだったでしょうかぜひ養材管理大学に入学していただきたいと思いますその入学の方法は簡単チャンネル登録するだけですこちらは簡単ですね絶対達成プライム会員はね、えー、月額11,000円のね、えー、回費が必要なわけなんですけど、えー、あと、えー、こちらの動画気に入った参考になったっていう方がいらっしゃったらぜひとも今回はいいね高評価ボタンを押していただけると嬉しいですまた皆さんお会いしましょう本日はありがとうございました